坂井良太郎は、日本プロ野球元審判員、スポーツライター。2011年の NPB 審判部統合までは、セントラルリーグ、関西審判部に所属。審判員袖番号は2016年から退職まで、12、大阪府出身。金光大阪高等学校卒業後、ジムエバンス審判学校での研修を経て2007年に、セリーグ審判員となる。 2010年8月に初めて一軍戦のジャッジを務めたが、一軍試合3戦目となる同年8月15日の、阪神タイガース対東京ヤクルトスワローズ第17回戦の2回、裏、阪神、金本智明が放った打球は、ドーム天井のスーパーリングに当たり、フェアグラウンドに落下した。一塁累進を務めた堺井はこれを、ファウルと判定したが、京セラドームでの、 グラウンドルールでは、インプレートされていた。審判団が協議した結果、ジャッジ通り、ファウルとしたが、その後金本はその打席で、本塁打を放っている。このジャッジに対し、日本プロ野球機構の加藤良造コミッショナーは、翌16日、堺に、厳重開国と、当該試合出場手当の50%減額を課した。またこの試合の他の審判員については、 グラウンドルールの確認を怠ったとして、注意処分とした。さらに、監督責任を問われる形で、井野治審判部長、前川義雄審判部特命顧問も注意処分を受ける、異例の事態となった。しかし、その反省を踏まえて二軍試合を中心に徐々に、出場試合も増えてきている。また、万字で有名な式田だなおと審判に告示している、見逃し三振ジェスチャーを行うようになった。 2018年6月22日、オリックスバファローズ対福岡ソフトバンクホークスの10回表、福岡ソフトバンクホークスの中村明が放ったライトポール側の大飛球を放った。一類類審査会はこの打球に対し、ファウルと判定。しかし、ソフトバンクホークスの工藤監督リクエストを要求し、リプレイ検証に入った。判定はホームランへと追った。 この判定にオリックス・バファローズは、猛抗議。打球を放った中村明も首をかしげダイヤモンドを一周した。しかし、翌日になり、酒井が判定した、ファウルが正しかったと NPB が公表し、大騒動へと発展した。アメリカの審判学校に行った際、ヒッチハイクで行った逸話もある。アメリカからの帰国後、映画、マイコハーン。に。 審判役として出演している。2017年、オールスターゲーム初出場。2018年シーズン限りで、本人の申し出ラガン視力の低下により、審判活動に著しい支障が生じるとして、退職した。なお、退職は、審判部サイドからの解雇ではなく、実際には、堺のラガン視力が2014年シーズンのキャンプ頃から著しく低下しており、 試合を裁く上で極めて不備が生じることから、自ら申し出ての円満退職という形になった。本人団によれば、審判員時代にはさらに不眠症にも悩まされていたという。また、審判員時代には審判員であるにもかかわらず、テレビなどでは試合を振り返ったり見たりすることはなかったという。現在は、かねてから興味があったというスポーツライターに転職し、 2019年4月からスポーツインターネットメディア、スポーツブルを運営する株式会社運動通信社の編成部に勤めて執筆活動を行っている。2020年8月15日、横浜 DNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズ、この試合を放送した日本放送のショーアップナイターのゲスト出演としてラジオ実況中継デビューを果たしている。 この試合は東京ヤクルトスワローズの小川康弘がノーヒットノーランを達成し、ラジオ中継デビュー戦でノーヒットノーランを経験するという陳事が起きた。さらに、この8月15日は過去に酒井が審判員として一軍デビューして大きなミスをした日でもあった。そのことから自身のツイッターで10年前もですが、僕は8、15には縁があるみたいです。 親指を上げたて、とつぶやいている。記録は2018年シーズン終了時のものである。ありがとうございます。